足痩せしたい人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、足痩せに大切な3種目を一緒にやっていきましょう。今回このレジスタンスバンドを使っていきます。強度は柔らかいやつか、もう一個硬いやつを使ってください。バンドがない方はですね、説明欄にリンクがありますんで、よかったら見てください。今回はバンドなしでも OK です。持ってる方は一緒にやりましょう。今の3種目を各10レップやっていきます。セット数は3でいきましょう。ではいきます。お疲れ様でした。このレジスタンスバンドを使うことで、エクササイズの強度を上げることができます。今回バンドなしでやった方もおると思いますけども、もしバンドをですね、考慮して強度を上げて、エクササイズを効果的に行いたいなと思った方はですね、説明欄のリンクからこのバンドを見に行ってください。今回鍛えられた部位はですね、太ももの前、大腿直筋、
そしてハムストリング、背中、二の腕、お腹、お尻、ほぼほぼ大切な部分は鍛えることができてます。ですので今回のエクササイズ3種目3セットをですね、定期的に動画を見ながら行ってもらえたら、綺麗な足、綺麗なお尻、綺麗な姿勢というのが作れます。またご視聴よろしくお願いいたします。